はい、こんばんは、えー。トラビスジャパンが世界一大好き893チャンネルです。はい、今夜はですね、まあ、CDTV ライブライブがあったってことで話題になってるんですけど、今日はトラビスジャパンがあのが新曲 Moving Pieces を披露したってことで話題になってますね。プラス今日は CDTV の,の2時間スペシャルだったんで、 今日は踊ってみた企画に TravisJapan が 10Feet の「d a i z e r o って曲を、ねまあ、踊って、まあ、披露したんですけど、はいまあ、最初は、ねあのまあ、この新曲「Moving Pieces」の披露なんですけど、まあ、この曲について思ったのはこの曲ゴミですね。まん、あ、でかっていうと まあなんだろうな、まあ r a v i s スジャパンってあのデビュー曲のなんだっけ、ジャストダンスっていう曲あったじゃないですか。はいまあ、あれはなんだっけ、アメリカでデビューしたんだっけな、あのジャニーズで唯一。あの曲はあの結構良かったんですけど、あれ以降の曲ってトラビスジャパンの曲って全部ゴミなんですよね。はい、あとなんだっけな、YouTube チャンネルのなんか動画の再生回数とか見ると、 なんかそのまあ、海外デビューした割にはなんだっけ他の,そのジャニーズグループに比べるとあのなんだっけ動画の再生回数少なくねって思ったんですよねあのあ少なくないって思ったんですよだからだろうあの海外デビューしたのになんか大丈夫なのかなってちょっと心配になりますね、はいまあ、あとんだろうな,なんかトラビスジャパンのなんだろうあの今日のパフォーマンスについては まあそのダンスについてはあのそんなに悪くなかったんですよ。むしろダンスは本当にねレベルが高くてあの素晴らしいなって思ったんですけどなんか歌唱力、まあ、メンバーの,その歌のうまさとかに関してはちょっとあの残念かなって思いましたね、まあ、正直なところ、はい。あとその新曲のねあのあの今日披露した、ね「Moving Pieces」っていう曲なんですけど この曲自体もそんなに良くないんですよね。なんか、なんか、ジャニー・オタの人とか、まあ、トラジャーとか、トラジャタンとかの人だったら、まあ、好きかもしれないんですけど、なんか、普通の人が聴いたらね、なんか、うわ、この曲、なんか、そんなに良くないなーって思うなって思いましたね。はい。あと、なんだろうなぁ、あの、なんか、トラビスジャパンってね、なんか、なんだろう、そんなにあれですよね、なんか、 キンプリとかシックストーンズとかスノーマンとかに比べるとあのっちゃ悪いんですけどなんかそんなにあのかっこいいメンバーがいない気がするんですよね。はいまあ、例えばあのまあなんだろうあキンプリだと平野翔く君とかでストーンズとかだとあのまあストーンズだと誰だろうなあのえー、京本大河君とかねあのあとなんだっけ SnowMan、えー、だとあのメメとかあのイケメン枠がいるんですけどなんだろうなあのトラ虎尺ってねなんかそのイケメン枠誰やろうって考えるとなんかそんなにいないんですよね誰もはい何だろうまあ川島ノエル君が、まあ、ち,ょちょいちょっとイケてるってだけでただなんか一般受けする顔だとは思わないんですよねはい。 ななんだろうなまあ、ただダンスはすごいしまあね世界大会で優勝してるぐらいだからすごいんやと思うんですけどただ今日もねやっぱ CDTV でのその歌とか聞いた感じやと、まあ、歌にはねちょっと課題点があるかなと思いましたね。はい、まあななんやろうなま,また聞きたいとはねまあ、正直思わなかったっていうのが正直な感想でしたね。はい <laughs>